目覚めた場所、ここはどこでしょう。これから何が始まるのかな。気づけば君との旅自宅、眩くのに輝く。エッグするか。え、どこ？ヘルス400最初からある絵文字プレイヤーリスト、どういうことやねん。パンあるんでしょ。パン探そうぜ。別のエッグおる。別のエッグおる。踏ん張るって何これ。マルチですか。いや、ノラなんか別のエッグおるんやけど。なんか別のエッグいる。別のエッグいるんだけど。さすがに笑うわ。あ、落ちた。別のエッグいるのはマジで面白すぎでしょ。番さん、はい、POGO みたいなオートマッチか。そうにしてやるか、プロエッガーの実力を。俺は対話終えてんだよな。上からエッグが落ちてくる。対話終えてる男の強さ見せたるか。文字でコミュニケーションができる。あ、踏ん張るって何なんだろうこれ。あ、ズーム機能が追加されてる。カメラと対話しなくていい、もしかしてこれ。カ
カメラとの対話の必要性がなくなってません？これいや、2面から難しくない？2面からなんか難しくない？ちょっと2面からすでに難易度が怪しいんだけど、エッグとの対話が必要すぎない？OK、こっちだろ。エルスないんだよな。いいや、ゴールしちゃおう。まあね、エクストラまではチュートリアルなんですよ、このゲーム。合ってないようなものクリアできない人がいるわけがない。興味プロエッガーならもうこのぐらい常識ですよ。正当進化してるな。正当進化してる。うん、踏ん張りよくわかんない。わかんないな、なんなんだろう。誰かに殴られそうになったりした時に使うのかな。マルチ特有の何か、多分階段ステージですね。階段のチュートリアルも終わってるんだよね。一段飛ばしは常識。え、どこ？え、どこ？ああ、そこ。2面鬼門っぽいな。3面全然人いないやん。やばい、カメラと対話しないためだ。ここやはりカメラとの対話必須。判定がある。これうんイージー、洗礼された動き。誰かいる。やばそう、このステージ。難易度の上がり幅すごすぎだよ。お、やばい気がする。
これ細いところは渡ってこなかったんだよね、ずっと。他のエッグにあれされちゃダメだ、これ。そう、あいつと同じようにゆっくり行こう。ははっ、やだ、やばい、ここエッグと対話する必要がある気がする。ここエッグと対話する必要性がある気がする。エッグと対話の必要性出てきてる。これまっすぐエッグを動かせないんだよ。踏ん張りは関係ないのか。関係ありそう。ゆっくりになる、ゆっくりになる。ポリ、よしよし、踏ん張り関係あった。マップ研究しよう。え、遠くね。え、でもこっちない、こっちから行けないの。こっちからは行けなさそう。こっちからジャンプは届かないな。誰かいる。タンク回復したんだけど。タンク回復。ゴール直前で死んだやついない。階段あるじゃん。いや、あそこは登ってもしょうがない。楽しい。あ、他のエッグの音が聞こえる。これマルチプレイやったのかよ。2はオンライン対応です。仲間のエッグたちとも対応できるよ。こうやってマップ研究すると移動距離が伸びて、あの成長率が上がるんで、マルチ意味がないってわけじゃないですよ。他のエッグの死も見れるな。でこれ KZ 理論ある。後ろから人が来たらなぜか知らないけど焦る。街と格束がはかどれる。おいおいおい、俺は俺の対話の仕方がある。俺には俺の対話の仕方があるからね。問題はヘルスが足りるかどうか。このゲーム続編あったんだ。え、2あるよ。神ゲーやで。神ゲーに続編がないわけがない。ふざけんなよ。隙間作んなよな。あると思ってたのに。どうして。そんなんで立派な目玉焼きになれんのかよ。あー、ラバに2をくればよかった。いや、まあダバイは1をやった後
立派なエッグになって2買ってくれるよ。うん、俺は信じてるよ。1ごときで満足しないって。このゲームたった300円なんですよ。よしよし、いや、ここはエッグの対話終えたから俺。コン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 じゃないんだよ。ここはもうエッグとの対話終えてるんで。いや、カメラと対話しなくてよくなったの、神、マジで。わかんない、でも最終ステージ対話必要かもしれんけど。ダッツ変えるじゃん。いいよ。ならば892番さん、毎日1時間ちょっとで配信終わるハーモニカマンができるか。あっ、落ち着け。あ、いやいやいや、ヘルスキッチ、わら。きつい。でもまあファームしてないから全然。いや死ぬ。待て、こいつは死ぬかもしれない。待て、こいつを殺せば、こいつをあいつを殺せば死んだ。いや、生きてる。あいつが死ねば、あいつさえ死ねば、あい終わってる。あいつさえ死ねば俺が助かる。せおせ、あいつさえ死ねば、やましい気持ち全開あいつらさえ死ねば俺が助かる。みんな兄弟だよ。あいつも回復探してない。あいつも回復探してるぞ。届くかな、わら。心理戦始まった。あいつも待ってる。帰ってきた。死んだ。死なないぞあいつ。なんかどっかにあんのかこれ。死ね死ね。ほら左右にこうプレッシャーをかける。死んだー。いいぞ、お前の意志俺が引き継ぐぜ。ありがとうな。わらわら、すまんなの、すまんな、わらわら、すまんな。俺のとこまでわざわざ。あっ、受け継がれる命、命は受け継がれるんだよ。お前の分までクリアしてやるからな。やだよ、はっきり行けよ。わ、マラ読み合い、マラ。え、てか難易度上がりすぎじゃない？難易度上がり、難易度上がりすぎじゃない？おかしくない？難易度の上がり方。え、難易度おかしない？ここ。落ちたら死ぞ、マラ。え、届かなくないあれ。待
日本人かよ。ここじゃないだろ。危ない。え、対話終えれてなくない俺ら。これちょっと斜めだから左行き切ってからかもしれんね。これ吐きつい。難しいんだけど、単純にここ登るのが。あはっはっ、助けてくれ。結構体力削られるな。わらわら、あんな、あんなヘッグになりたくない。復活。振り出し。え、でもすぐに難しくない？エッグ。エッグ、ここ最終面じゃないの？エッグ。エッグどうした？エッグとの。エッグとの対話。エッグとの対話の難易度おかしなってない？どうしたん、このゲーム。さらっとクリアできるだろうって気持ちで俺やったんだけど。チュートリアル難しくない？エッグの親鳥からの試練。会話どころか道具心が必要かもしれない。踏ん張りしてもろて。エッグ、エッグつらない。振り出しよりは蘇ってファームした方がいいんだろうな。それはありそう。まあまあ、いや、カメラと対話が終えれてるのはでかい。あの白復活してた気がするんだよな。ちょっと見ようぜ。なんもないわ。ジーザス、やばい。え、そんなことある？ちょっと、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 あはは、わら、挟まっちまった。ちょっと、わらわら。わらわら、え、わらわら動いてる。マルチ要素めっちゃおもろいやん。ちょっと、ジジ、ちょっと諦めるでいいのか。ハート位置に戻るってあるな。トン、これでヘルスが増えるならいいや。追加したライフ33、ありがとうございます。Screaming in fear. 牽引してもらわないとな。牽引してくれ。車のゲームで見た。ヘルスが800を超えてから本番ですよ、このゲーム。まあ
あーやらかした。まず死にまくって HP 増やすか。とりあえず全然あるから。言うて例えばここで 50m で死ぬじゃん。これ5だから増えるの4だわ。あんま変わんないんだよね別に。なんか死にまくった結果あれしてもいいしって感じだから。いいんだよリスナーのみんな、俺とエッグしに来ても。俺とエッグしに来た。すごいすごい。ヘルス、あのモサ先輩おるな。ヘルス1740。1700笑わらん。お疲れ様っす先輩。お疲れ様っす。自分まだ生まれたてなもんで。ファームやっとるわ。ファームしたいわけじゃねえんだこのゲーム。ファームしたくてしてるわけじゃねえんだ。こんなん屋根から落ちても悪いやろ。屋根から落ちても悪いと思うね。最大ダメージ50とかだと思うからこのゲーム多分。ゴールしてモロテのレイヤーで状態。でもここで1700稼いでんのかな。さすがにそれはないかな。今甘えたわ。まあ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 、何この地獄みたいなゲーム。エッグだよエッグ。何この地獄みたいなゲーム。俺の昨日のん一昨日ぐらいのエッグの録画見てこい。エッグと対話すんだよ。俺のエッグとの対話見てねえのかお前。エッグと対話すんだよ。よしよし、俺はエッグとの対話を終えてねえからまだ。最後のところまではもうさらっと行こう。そこまでのオルト F4 とかいうねクソゲー捕まされたのがほんと屈辱だわ。人類はもっとエッグと対話すべきなんだよ。え、あそう俺死んでないよまだ。ここに回復なくなるのつら。ダメだ、一回死んだらやり直せないとダメだわ。そこにヒールないと無理だわ。ライフが持たねえ多分。おお、ここから150で上はいけねえよ。こっちの方の値段の方が言うな。ヒーラーが必要。あ、ヒーラーいない。リスナー早く追っかけて自殺。あぶ。来たらば894番線。ゴールデンウィーク中に追加されたエクストラステージまだ誰もクリアできてない。一昨日追加されたエクストラステージまだ誰もクリアできてない。くさ。やった！エッグ！どうして！エッグ！
仙台の屍が。わらわら。わらわら。とっても意味ないやつ。逆だったかもしれねえ。逆だったかもしれない。このエッグに発売されて1ヶ月未満やな。あ、そうなんだ。回復するか悩むな。泣き殻落ちてるの草。あれ？どっち？自殺して。いや、誰かの役に立ちて、誰かの役に立てる位置に死のうぜ。あっちか。逆には、俺の下湯で俺がヒールはできないのかな。それ悪いことはできない、もしかして。むしろ自分の役に立つ位置に給水所作れないって言おうとしたら言われた。別なルートってないものか。ない。この位置よ。ああ、俺は見えないんだ。誰かの役にしか立てねえんだよ。自分で自分を食うなんて、そんなな、邪道なまねできねえ。作り込まれてる。だってお前足があってできない。なに、エッグの一つぐらい安いもんさ。卵なんて安いもんだ、特に俺の花。エッグやからな。君のお母様の電話だ。したらば893番さん、卵のお得点になりそう。お前も、いやお前もエッグになろうぜ。エッグの才能あるで、君。おはようございます。ございます。エッガーの才能あるよ、それ。お、あいつ焦ったわ。俺の転がすの好きで、俺の素晴らしいエッグの動きで卵の値上がり半端ないんで、リアル。でもエッグみんなエッグやって卵食いてえなってなっちゃった。みんな才能とかいうパワーワード。エッグもいいけど、昨日のボドゲも面白そうでした。面白かったよ。卵で経済が回る。よしよし。あぶない。あー、やばい。エッグと対話できてなくない？エッグとちゃんと対話できてなくない？まずい。ちょっと調子乗ってる。エッグに対して調子乗ってる気がする。見て、笑顔だよ。エッグしながら笑顔のやついるからね。間違いなく人を笑顔にできるゲームだから、これ。エッグになってるだけでもあの満面の笑みよ。 RTA ヘイドナ、 RTA ヘイドナ、 RTA ヘイドナ。ちっ、乱れた。カメラワークが良すぎる。よしよし。よし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 。カメラワークはマジで進化した感がある。カメラワークはマジで進化してる。俺も進化してるし、このゲームも進化してる多分。
難易度も進化しちゃってんだよな。でもまずい。いやこれ甘えると死ぬ。甘えたエッグすると割れるぞ。やばい、このカメラワークはまずい。甘えてる。よしよし、こうこうこう。お、いいエッカーがいる横に。声を出さずに落ちていった。死んでる。リカバリー。底好きだな、わらわら。なるほどね。エッグとの対話終わった今。大丈夫。今対話シーンだったから貴重な。君もまたそのカバネの一つになるんだよ。生きてるって素晴らしい。誰かの役に立つところで死の。でもこういうところで死のね、良くないよ。みんなで協力しよう。俺は誰かの屍であそこまで行った経験があるから。悪いことしちゃおう。あのあたりびちゃびちゃになってそう。失敗しました。落とされてんじゃねえか。わら。横壁低くなってるから一段の上がった柱に乗れば届きそうだがな。負けてんじゃねえか。届きそう、届きそう。普通になんか甘い誘惑がない。あそこたまに見える黄色いゲージって何なの。踏ん張りゲージ。ちょっとスピード気持ち遅くなる。俺なんかあれそそやだ。死んでないから俺。死んでないっすよ。あ、罠だったか。死んでないから俺。メリーク。ファームファーム。ほなファームよ。
よしよし。エッグあーベチャコミュニケーションして、ちょっとエッグと対話できてないかも。最速ジャンプ入力ができてない。ユーユーに触れ、できてない。全然エッグできてない。やばい、エッグ進化してる。エッグのステージが進化してるよこれ。オッケー。エッグの気持ちになるですよ。エッグな。やばい。同じとこ落ちてる。ちょっと待って、あそこおかしい。あそこラグい。ラグ。ちょっと一回ポンポンポンじゃなくて、こうパッ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 と。卵とは返せよ。パッパッパじゃなくて、パンってやって、こう地に足つけよ、ちゃんと。その地に足つけよ。ファッキュー。ビーチ。グード。グード。あ、でもピポピポ言うてる。あ、なんかクリアできたっぽいやつ。喜んでる、めっちゃ喜んでるやついる。すげえ端っこ行くよ、あいつ。もしかして端簡単なのか？やつから学ぶことがあるかもしれない。端簡単そう。騙されました。回復につられ騙されました。騙されました。ヒールに許せねえ。ヘルス400のやつ、1400のやつまだやってんな。あいつまさかあいつまさかここでずっといるのか。あいつまさかここにずっといるのか。嘘だろ。ヘルス900とかのやつはマジでここにいるんだろうな。1100のやつわかんないけど。
グードグードベリーグード。いい、うん、うるるるる、イズイ。よし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 。また卵やったら。卵はもう永遠やからな。ありがてえ。誰だか知らんがありがてえ。やめろ、これは罠だ。許されない。直されるな。これは罠だ。一足先に行くぜ、お前ら。じゃあの。待って、カメラと和解しよう。こうだな。まずカメラと和解して。お前ら俺も行くからな。対話できましたか。お前ら俺も行くからな。HP 満点。対話はできた。対話はできたよ。対話できたから2段目まで行ったんだもん。対話はできてる。ちなみに対話は少しずつ進んでるよ。俺とエッグの。俺とエッグの対話は少しずつ進んでるから言っとくけど。進捗がありますからね。もう白卵どもがよ。どけどけ。ほやんだよこう。白アバターどもがよ、無課金か。煽りよる。有料で茹で卵アバター買いました。中身固定されてるのですごく走りやすいです。君があんまり動かないのですごい走りやすいです。危ない。多分落ちてエモート連打してるやついる、たまに。ほんまおもろい。壊れちゃ、壊れちゃうよ。まだやっとるわ。よしよし。ゴールしたヒピコブがやってんのかあいつ。いや違うな、あそこじゃねえぞ。よし、エッグとの対話はだいぶ終えた。いや、信じることだ。エッグを信じて俺を信じる。で、無理だと感じたら降りる。エッグが無理だって言ったら俺も降りる、ちゃんと。踏ん張り機能使ってる？使ってない。使ってないってか、
なんで卵様の機嫌を伺っていく。わらわら壁の毛、わらわら。ああ。したらば896番さん、これいい壁は前競技に良さそうだよな。いや、カメラと対応できてないのかもしれない。俺あのカメラの角度違うのかも。もっとなんかカメラと対話できる気がする。日本人が食べ物で遊んでいる間にもアフリカでは1分間に60秒が流れています。1分間で60秒もあまりにもかわいそう。俺は課金。わらわら。さ、ナイスシュート。ああ。まあまあまあ。芽生える友情。まあ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 。やっぱ人と争おうとするとバチが当たるんですよ。どけどけ。よしよしよし。なるほどね。エッグと対話終わったわ。今エッグと対話終わりました。いけます。これいけますよ。まあ、エッグからのお次来たから。エッグ違うよ。エッグなんか届かなさそうじゃない。なんかエッグいや届く。信じる心。エッグを信じるんや。エッグを信じれば届く。
エッグあかん、エッグあかん、その隙間絶対あかん、エッグ。カメラマンとの友情ポイント低くて高さがわかんねえ。エッグ邪魔、待って待って、これ対話終わってない、対話終わってない、エッグ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 、よし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 、え、どういう斜め、わら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 、一歩を踏み出す勇気、あーあああ GG。 バイク制御できないみたいになってて笑う、あーあー、その隙間すっきやな、あーあああ、いく、どんだけここに落ちたんだよ、あそこマジ、いやじゃお前らね、文句はエッグやったから言うよ、マジで俺に石を投げていいのはもうエッグだけ、エッグだけやから、エッグアだけやから、やはりカメラとの対話も強いられるゲーム、いやカメラと、いやカメラと対話できてないかもしれん、マジで牧場の朝ずるいな、あれエッグ用、あいつさてはエッグ用の名前だな、あいつさては、あいつさてはエッグ用の名前だな、あ、やばい落ちた、エピケイ100ビットありがとう、エッグさん100ビットありがとう、新しいエッグさんありがとうございます、エッグさん、エッグさんじゃないわ、卵大じゃん、エッグさんじゃないわ、だ、だまよ、だまよ、すみません、ありがとうございます。もう全然、全然、全然気にしなかった。もう自然、自然と、自然、もうネタでもなんでもなくエッグさんって言ってた。新しいエッグさんではあるんだけどね。はい。価値なのは草。脳みそが。エッグおさむ、エッグおさむ、あーもうたまい、改めてエッグ、たまごちさん、よしよし、エッグしてるときにやっぱちょっとエッグのことしか考えられないからさ、いやカメラと対話しないといけないんだけどさ、どの角度がいいんだろう、でも90度でいい気がする、あれしか対話の方法はない気がする、あいつとの後半きついんだよな、1段目と2段目は別にあれでいいんだけど、途中から対話しづらい、あいつが途中からなんかちょっとって感じになるから、どう対話すればいいか分からん、やめてもらっていいですか、このタイマンネリだよって、あそこハマるんだよな、明けない夜はないんですよ、よっしゃ、よしよし、危ない、あそこ罠ポジだからね、よし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 、待ってどう対話する、え、でも対話のアプローチ、エッグとの対話のアプローチはあってたと思うんだけど、いやあえてこう、あるこれ、これある、
ある。カメラと対話終えた感じある。今のカメラとの対話終わった感じある。今あるあるある。ここさ、これこれ塩 RDA 始まった。いや、いけなくなってるな。いけなくなってるけど、いけなくなってるけど、この甘えをつく。え、いけそうじゃない？いけなくなってると思い込んでない？いや、きつそう。いや、きつそう。いや、待って待って、もう普通に行って対話するだけでいい気がする。これ、変なことしないで普通に行ってきっちりとした対話を行うだけでいい気がする。自己啓発みたいな問答ちゃんと顧客と対話できてますか？エッグと対話できてます？やばい、俺がなんかヘルス高い方になってきた。1000のやつ入ってきた。今半分で532だった。あいつ今パッキン甘えたわ。いつものバイオなら言ってたのに対話したバイオが違うな。対話した。クリアする頃には1700かもしれない。したらば898番さん。1700は嫌だ。平行幹があるのに斜めに登れるようにしているのは確かに怪しい。でもこのゲームね、なんかね、ずるいやり方は推奨してないと思うんだよね。このゲームの開発マジで。俺の決めたルートを行けって感じする。狂ってるやついる。開発者との対話。開発者と対話しに行ってもいいけど、いや今はちゃんとしたエッガーとしていける気がする。よしよし。よしよし、いいエッグだ。あ、この辺は常識なんですよ。チュートリアル。生卵の無残な姿があるの笑うわ。あ、他のエッガーたち見なくなったやつら諦めたのかな、それともクリアしたのかな。1400とかのやつはクリアしてそう。なんかどうなんだろう。心折れたって感じじゃないしな。折れてしまったのかな。だってもうここで最終のところまで来るやつの数が露骨に減ってるもんな。
まあ落ち着け、まだ俺のエッグ人生は終わってね。あーあー、どう考えてもここが一番の壁だと思う。死はいつでも突然であっけない。ああ。え、絶対届かない気がする。地面に大量にエッカーたちの末路があるのがお察しポイント。ああ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 。大丈夫大丈夫。いや、いける。もうカメラと対話終えてんだから、あとは俺がちゃんとエッグを操作できるかどうかよ。いや、これ1400いきますわ、これ。いや、他人が落とし入れるとな、お前死ぬぞ、死ぬぞ、お前煽り運転したら死ぬぞ、お前煽り運転して落ちるのやめ煽り運転無事死亡煽り運転は良くないというのがこの映像からも分かりますね。よしよし、だいぶいけるで。次のステージ精鋭しかいないんやろな。わかんない、ここクリアできたら次とか余裕でしょみたいな展開の可能性はある。GW 最終日に困難始めたらアスーツになるわ。俺たちのゴールデンウィークエッグで終わっちゃったよ。あーバカ、今ちょっと全然エッグじゃなかった。スチームレビューが卵ポエムばかりじゃねえか。このゲームやったらみんなエッガーになるから、お前も買おうぜ。500円ワンコインで買えるからね。500円しないからね。契約して金はエッガーになろう。ああ、のセットの方にクソゲが一本混じってるのも。ああ登れんのかな。眼下にも被害者。899番さん、すり抜けたなら逆もすり抜けられるのでは。できんのかな、無理だと思うけど。無理だよ、アースに踊らされてるよ俺ら。ポエムばっかりで、さ、この卵は私自身なのかもしれない。今の壁裏からリカバリできそうなんだがな。できる？やってみるか、次落ちたら。確かにあそこで落ちるのはきつくすぎる、さすがに。お前のその諦めがエッガーとしての底の浅さが見えてるんやでってやつ。
よしよし。確かに行けたんだから帰れるはずか。そうそう。そうそう。その息で行こう。その息で。絶対クリアしてないよ。ゼロライフから動かないやつ2人いる。よしよしよし。確かに牧場の朝なんだこれはってなってない。諦めんだよみんな。では今ちょっと甘えた卵だった。マジで1はクリアしたはずですよね、あなたみたいな難易度やめない1は1はクリアしてますよねみたいな難易度をぶっ込んできてるからな。これ危ねえ。ラグない？危ない。よし、え、届かないね絶対。リカバリーないです。そんな甘えたエッグはいません。そんな甘えたエッグ側に救済はないです。横壁と柱の高さ低くない。壁が低い。いや低くない、低くないかな。あ、エッグどうして。こうして名もなき卵たちが一つまた一つと決めていく。パカッ。でもカメラとの対話終えてるから、あとエッグとの対話終えるだけなんで、マジで。俺が細かいジャンプを5回連続で決めるだけだよ、マジで。
それが、ラグくない？なんかラグいラグいよ。1200のやついる。ペルスプロエッガーか。よしよし、いいぞ。なんかラグった。ラグイラグイ、はいラグイ、俺じゃない、ラグイです、はいラグイです、ラグイ、はいラグラグ、はいラグ。あじゃあ最後まで行こうぜ。ラグとマウスが全部悪い。そう、ラグとマウス、これは悪くない。卵の生涯を終わらせるという一文に秘められた儚さ。へい。ないよ。いいよ、甘えてないよ。いい、甘えてないよ。いい、甘えてないよ。よーしよし、よーしよし。あ、なんかいるぞ。おら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 。おら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 。よしよし。お、あいつ1400のやつだろ。参考にしようぜ。死んでる。見せてやるか、俺のうまさを。もうちょい、もうちょっと、もう、なんだ、何が足らない、何が俺に足らない、何が足らない、俺に何が足らないの、俺に何が足らないんです。よし、なんか2段になってんだけど、そこかっす。よしよし、
よし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 。左で打つ方が簡単だよこれ。グリーンが落ちた。グリーン、グリーン、グリーンがいない。どうしてレストインピース。今のは対話じゃないから、甘えだから。俺が甘えた。あとで隙間あるの知ってるのに甘えた。人を呪わば穴2つ。しからば900番さん、人を呪わば穴2つ。まず人が落ちていくと心がスッとするな。今日テネット見たけど面白かった。テアロ神やろ。テネットは人生。君が2つ出たらもうちょっと気分なんけどね。よし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 。テネットは神。ゲーマーならね理解できるんですよやっぱあの話は。オペラのシーンいいだろ。映画館で見てほしかったな。俺は映画館で見てほしかったよ。でもあの映画を ドルビーシネマで見てほしかったよ俺は。もう一回そのうち見返したい。俺な。よし、いやこれ卵と。ルビーで見たけど最高やったわ。僕は今更インターステラー見たで。That ユリーカー。大体合ってるでしょ。インターステラーといえば That's ユリーカーで終わりだよ。あとジャガイモおじさんがなんかアルミホイルに包まれてガクガク震えた後に吹っ飛ぶ。インターステラードッキングのシーン死ぬほど好きなんだよな。あれ映画館で見たかった。俺インターステラー映画で見たいんだよね。手に汗握る映画ってめったにないけど
インターステラーは俺ネットコロナのせいでこけたって言われててかわいそうね。楽しい。えだ。ああ。でも810とかなってる、気づいたら。気づけば沼。いない。前にいたやつがいない。悪魔の鉄骨あたり。1700もあっという間よ。でねとも一回見たいって思うこと自体が。よし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 。ケイ。時間逆行的でノーランの手のひらのメイクがある。よし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 。転がるゲームから跳ね回るゲームに。よし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 。ああ。あー甘えたー。俺は甘えん坊。あーあー、おつけおつけ、全然大丈夫だから。俺のヘルスは800まであるぞ。イージー。こんがり焼けてんだよ俺は。はあ。届かんやろがい。どう考えても。でここは乗れないんじゃい。あ、乗れる。おや？おや？おや？あそこまで行ったら？リカバリーある！リカバリーあります！ある！あるぞ！ある！ある！N 値を増やせばクリアできる。いけるいけるいけるぞ。いける、パセる、ウィン、ウィンできる。ふん。オンライン化したんだよ、2で。よし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 。よし。
Let's go! よし、ジャンキーオンラインの開発中なんだっけ。あ、まあだいぶ、だいぶ前からね。やってるよ。もうクリアする。もう実質クリアしてるから。もう実質クリアまでいったから。あとはもう、プレイヤー次第よ。エッグとカメラとの対話は終わったから。あと俺次第だから。俺にはまだリカバリーがある。待て、これ対話しきれてないんじゃない？一個一個止まるべき？一気に行かないで、一回一回の歩みを止めるべき？どう？どっち？やばい、俺も線に行く。線のやついるとか笑ってたけど、線行く、行く、行きます。なんか遠くない？遠くない？なんか遠くない？この地下が遠かった？ん？こうか。はい、なるほど。もっと対話すべき、カメラと。もっと遠くしたり近くしたりすべき。カメラと対話していいんじゃない？確かに。カメラと対話したと勘違いしてるんじゃない？これ。一方的な思いなんじゃない？俺の。よしよし。よし。いや、これ良くない。こうだわ。無になった卵。卵同士の日々に夢合い。
901番さん、終わり劇。あいつが休んでる間、俺は差をつけるぞ、やつとの。あいつが打ちひしがれてる間にな、俺はエッガーとしての修練をすんなよ。902番さん、でも HP1000 に到達しちゃうよ。死んでるみんな。そこめっちゃ落ちるやん。いやここね、こう最速で入力しないと最速入力に失敗してたまに落ちる。ポロッに勝利する。死んでる。俺に抜かれたことで心が動揺したな。甘いのエッガーとしてこの程度で心を乱しよって。ニューエッグだ。あ、いや心がぴょんぴょん出ちゃう。待て、止まってるあそこで。へえ。危ないよお前そこ。お前そこ危ないよ。これ配信してる3人いて全員同じマップなんだが。お、やるね。ビエン。やるね。あは、エグー。ガンマチみたいな、わら。見してやるよ。エッガーとしての強さを。わらわら。ナム。
わらわら。あ、くさ。わらわら。え、わら。強さとは一体。さらば903番さん。特に見せ場もなく。逃げ寄ってきたね、エッグ。エッグ逃げ寄ってきたね。エッグ逃げ寄ってきたね。やんのか。勝ちましたわ。俺譲らないよ。順番とかね、甘えてんだよ。自分のエッグのことだけ考えろ。他人のエッグ気にしてる場合か、お前ら。自分のエッグをな。え、これ接触判定あるの？あるよ。やば。次も接触判定あるよ。エッグの気持ち考えて不安だ。エッグ！どんだけうまい目玉焼きになるかのレース。マルチプレイヤー。最初の家の細道にいるのがその配信者たちよ。まだ。いや、こんなステージクリアできてるなら俺もね、妨害してもいいんだけどね。ちょっとクリアしてない分際でね、そんなことできないんで。よしよし。Weapons ready. Let's dance. したらば900目玉焼きな。明日は卵料理配信か。ああ。今甘えたエッグになるとこだった。砂糖加えた卵焼きか？許せねえな。よしよしよし。イージーエッグ、イージーエッグ、イージーエッグ。 GW 最終日に卵転がしてイブイブ言ってるおじさんの配信見てる僕ら。こっちやつを見習うんや。まだ4面、まだ4面。シガイさん500円ありがとうございます。まだ4面、まだ4面、まだ4面、まだ先あるのか。わら、あと3面ラストは誰もクリアしてないんやろ。なんか簡単そう。なんか簡単そうだぞ。ステージだったんだよな。うん。すでにここにいるモサの恐怖。ここにいるモサ、どれも1000超えのモサどもばかりだ。この白のやつ1000超えてなさそう。
やるね。ちょっと待って、指が痛い。指が痛いんだけど。実は。実は指が指が死にかけてるんだけど、バキバキとか言った今。うん、いや簡単そうだぞ。なんかそんな、なんか指がなくなるまでやる。生き地獄は味わわずに済みそう。なんかでも進まないぞ。なんでだ。ただこれなんかね、きっちりと対話すべき。これね、足場が安定しないから、ここをちゃんと話し合うべき。でもそれさえ話し合えばいける気がする。みんなやっぱね、これ見るとジャンプキングって言うんだけどね、 KZ だよ KZ。 俺たちの心の中には、俺たちの心の中でいつだって KZ がいるから。ジャンプキングは貯めるからね。クリッツクライミングを、クリッツクライミングのタイプのゲームだから。よしよし、ここまで微妙に斜めってんだよ、看板も。許せねえな。待って、これ、そう、これね、作者のね、性格の悪さが出てる。ほら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 、ジャンプ雑談にはかどらない KZ。 ジャンプ、ジャンキンの難しさはジャンプぴょんぴょん、空中制御のないことだよな。そう、でジャンプぴょんぴょんのアンチテーゼをステージに設置してるから、それに屈するな、許すな。俺はそれでもジャンプするぞ。ジャンプのタイミングを考えないと、多分ヘッドブロックに引っかかる。これ卵のヘッド、いやあるな、卵と頭とケツってあるからね。やめろやめろ、なんてことを、バカやろう。あいつビギルダルに俺を挟みやがった。 PVP わらわら、ベイブレーズじゃねえんだぞ。油断したやつが悪いのだ。油断したやつが悪い。あやつできる。あいつできるな。何、仁義なき卵の戦いぞ。ジューって焦げた音がしやがる。ふん、誰かゴールしやがったの。あ、人増えてきた。いや1500のモサいる。500でここ来るのマジですごいな。ガチプロじゃん。1面2面簡単だからこっからやろうとか言ってない。お前死ぬぞ、お前死ぬぞ。500ってお前、名前を何時間やってるとか狂ってるわ。よしよし、どうぞ、さすがにどうぞ。じゃあごめん。圧倒的学習能力。どっちこっちこっちこっち、当たって踏ん張る踏ん張る踏ん張る。おー、行って、なるほどね。いやもうクリアですわ。対話の必要性ないよこれ。これはもうさっきの面クリアした力を注ぎ込めば余裕でいける、余裕でいけるわ。もう全然イージー。いや全然やばくない。なんか優しく見える。そう、いやもうなんか意外と近いぞ。
えみたいな。1の方が難しそうというか、1の最後が難しすぎた。へーみたいな。まあさすがチュートリアルステージですねみたいな感じするよね。先輩方ここでヘルス戦とか行っちゃうんですかみたいな。ちょっとエッガーとして恥ずかしいよね。調子に乗った。煽り運転注意。煽り運転死ぬからな。あーまあ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 、まあ、令和の電波ソング聞くか。天外エッグ目指していけ。天外エッグ目指していけ。うまくい。あらららららら。社会をやめろ、家族をやめろ、人間関係をやめろ。今すぐ薄暗い部屋で青白いライトを浴びろ。大丈夫、怖かったこと全部わがきするからね。現実よりもおかしくなりそうなほど情報型のインターネットを今助けてあげるよ。オーバードーズが発売で決まったんだっけ。いつ出るの。6月とかだっけ。はぁ、よしよしよし。ここでちょっとブレーキかけて、よし。いいねー。よし。よし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 。見直したら6月5日だった。まあ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 、あといくらですか。まあまあまあ、よし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 。もう見えた。もうゴールだよ。もうゴールしかない。おらおらおら。おらおら。ゴールは目の前に。下なめずりは三流がすることだぜ。イージージャンプ。おらおら。よしよし。甘えた、わらわら。
最後だけちょっと遠いの草。焼けてないね。なるほどね。じゃこがよ。なるほどね。そういう、そういうね、そういう、なるほど。満身。僕はいつだって冷静です。この混沌とした令和のインターネットを照らす一筋の光、電子の海を漂うオタクに笑顔を、未来の平和をお約束。ああ。ダーリンダーリン、リカバリー、イーズリカバリー。ドゥ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 、えい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 、タンタン、リズムゲー、エッグはリズム、対応を終えたエッグとはもうリズム、踊りを踊るだけ、エッグとワルツを踊るだけで、ここで止まる、そうそう、キュッて、まだ細かく細かく対応しよう。途中あの最後の難所に行くまでのところの精度をもうあとひたすら上げ続ける。そしたら自然と N 値が上がってくから OK できるから、あと5回はね、あのね、最後の難所まで行ければクリアできるよ。これパッパッ、まあまあまあ、まあ、落ち着き、落ち着こう。熱くなったら負けですよ。俺はいつだって冷静だよ。オタクはいいからクリア頼むわ。オタク？ゴタク？え、ゴタクから入る。ゴタク、ゴタクからだから。エッグはゴタクから入る。お前らがソースだとか醤油だとか言ってる間にな、俺は飛ばしてんだよ、エッグを。バカが。ここで止まる。はい、うまい。よしよし。言いましたわ。バーガメ。なるほどね、なるほど、わらわら、なるほどね、エッグで100人超えるとは、あー、なるほどね、いや、エッグだから、やっぱエッガーたちが集まってくんなよ。ダーリン、ダーリン、失敗するたびこっちの血の気が引く。うん、いいエッグだ。もうここで落ちる人はいないでしょ。
エッガーとして。エッグ待って、そうで、なるほどね、あれね、あれ、クンってなってるやつね、クンってなってるやつね。わかった、なるほどね、わかった、いや、あのね、コードが悪い。あれはもう嫌がらせ、開発者がクソ、許すな。開発者がクソ、あれは勢い必要な感じ。いや、クンってなる、クンってなる。こいつは戦友なんかじゃねえから、こいつはモルモットよ。なるほどね、そうやって落ちるのね。そこみたいな、よしいいエッグだ。ここで落ちるのはもうザコ。危ない、今甘いエッグだった。なるほどね、こうではないナイス着地、こうではないのね。そうでしたか、こうではない。ガレイナたち、こうではない。どうでした、どうまだその時ではない、まだその時ではない。ズバリダメだったでしょう。出っ張りが強い。エッグと対応、最後エッグと対応しないとダメだわ。最後あんまエッグと対応できないかもしれない。俺きっちりとした対話が必要。最後ほら、あいつの心分かってないかもしれない。ギブアップする速度だけがただただ上がっていく。1000いました。コングラレーション。いや、こいつら面構えが違う。エモーターオーリン屈さない。エモーターオーリン返してこない。いやね、こんなところでグラってるようなエッグはね、二流なんですよ。こんなステージさらっとクリアしないとエッガーとしては治れよ。負けましたわ今。 PVP 負けたわ今。自己紹介やめてください。よし。あ、リカバリマルドの食い渡りを思い出せばよい。早くクリアするとこの席。いや、もう見える。リカバリー、劣化。もうクリア。もうクリアしてるから、もう勝負ついてる。ニーディーガール。実質ね。やばい、グダッときた。待って、ピンクエッグが多くない？よいしょ。
どけどけ、見してやるぜ俺がエッグを。このふざけたインターネットは七色の怪奇デリック、 SNS という瓶詰め地獄に救済を。過去の歴史は未来に、あなたのためならフードドアにインターネットエンジェル攻撃誕生。これがグーッシュッ、簡単なんだよな。もう実質クリアしてるんだよ。バカ。クッソギリギリレクサ。やるやん。あぶねえ。あんな簡単なステージでグダる人いませんわ。たけられてます。ステージ5を2時間やってる。頑張ったな。わらわら。頑張ってんな。なんかどここれ。プロおるやん。くそ。2時間やってる。わらわら。この混沌とした令和のインターネットを照らす一つの光。どここれ。電子の海を漂う。あっち。なん、わらわら。え？見に来てくれてるやん。わら。社会をやめろ、家族をやめろ、人間関係をやめろ。今すぐ薄暗い部屋で青白いライトを浴びろ。もういけない。怖かったこと全部は隠するからね。現実よりも。何が笑うって行く先々に、ちゃんと先駆者がおるってことな。そう。結構いけない？お前。ここ甘い？いけるでしょ、どう考えても。ファンネルおるわ。こうだよ。ほら。いけますよ、兄貴。こうして、こうよ。こんなゲームしてる場合じゃない。いや、これ多分正規ルートじゃないと思う。わらわら、わらわら、わらわら、会話できるゲーム。え、これ正規ルートなのかな。これ正規なの。こんなことないよね、さすがに。ステイジー。え？え？僕で聞こえる。あ、ここは慣れればいくらでもできそう。多分右だな。あいつエッグとの対話下手だな。ワンちゃんそっちから来る説まである。さすがにないでしょ。この白会話下手だ。大丈夫お前。会話できるかちゃんと行くと。ああ難しい。椅子から、この豪華な椅子から丸椅子は簡単なんだけど、というかその奥がむずい。その2個目の椅子から先はどこに行くんだ。ここまで来て会話できてないやつを。何だ。こうしてこうしてこうで、こんな配信見てる場合じゃない。あっちだよな。やってるはず。いきなり6年来たか。あのこいつ確かにヘルスが低い。こいつ対話終えてないのに来たか。矢印バズってて地面に突き刺さってるわ。ああ、もっと簡単な方法あんのかなこれ。別ルート見てみる。でもここが一番なんか楽そうだけど、他なんかあんのかな。お互いめちゃくちゃ跳ねてるのに一向に割れないのくさ。ちょっと別ルート見てみよう。来ないね、誰も来ないね。こう言って。ならば905番さん、
俺も見間違いかもだけどステージ1個飛ばした。え、嘘。心配しに来てる。え、いや飛ばしてない飛ばしてない。家庭ベッドだな。社会をやめろ、家族をやめろ、人間関係をやめろ。今すぐ薄暗い部屋で青白いライトを浴びろ。大丈夫、怖かったこと全部は消するからね。現実よりも死んだ飲みに来るの笑う。したらば906番さん失礼しました。いや多分正規ルート臭いなこれ。あ、なら安心ですね。わかった、これね勢い良くないわ。安心進めない。ここまで来たならできるやろ。あマジこういうの要求する。でこのねふわっとした部分で多分飛ばないとブロッキング入るんだよね。2回ジャンプしたから楽か。これ卵と対話した方がいい気がする。ここが必要なんだよな。勢いがなくてもいいときはここでジャンプできる。なるほどなるほど、こうでしょ。なるほどね。もうカメラとちょっと対話してこう。惜しい。まさかのここに来て新技術。椅子と会話しろ。こうして、あ、これよし。でこのふざけたインターネットは七色のサイケデリック。 SNS という瓶詰め地獄に救済も。常に成長し続けるゲームだぞ。あギリジャンが過ぎない。その卵が食ってるよ。このギリギリが過ぎる。カドジャンがむずいマジで。ここのカドジャン狙ったはでも安定する。ここで、あギリジャンが過ぎない。これあーやばい気がする。このステージちょっともしかしてやばいかもしんない。よし、え、届かなくなった。これあ届いたのか。え、落ちて、あ、これ得意だよ俺。エルスがないのは悔やまれるな。この後いつか死んじまう。社会をやめろ、家族をやめろ、人間関係をやめろ。今すぐ薄暗い部屋で青白いライトを浴びろ。イージー。これは一発で置いた方がいい。うん、ちょっと安い。え、どこどこどこみんなどこ。くるくる板がわからん。え、どこどくるくる板何の話。あるある、あるある出た、わら絶望。くるくる板がある、わらわら、あるある、サスケ、わら、
あらくるくるいたあったが、わら思ったよりやばいくるくるいたわらやっべえぞ先駆者の推し長い長い長いわらわらすごいめちゃくちゃよくわからないが回るぜ縦回転もやべえわらめちゃくちゃあるんだけど鬼畜わら早く捕まえないとしたらば907でしょ含めたとついにコロコロメタのレオは対策されとるが急にレベル上がりすぎちゃうかこれじゃない体だな走破もないやろクリアさせる気がねえわらわらエッグだと思ったらアルトフだったくるくるの種類複数あるやんわらわらこれが EX 来るまでに最終面やったんだすけしたらば908番さんあまりにも不自然な構造物が出始めたまあこっちもどうってことはなさそうだがなるほどねなるほどねいやこれはオルト F4 で培った技術が生きる割とこれはオルト F4 で培った技術生きますよ本来俺のヘルスが持つかどうかいやーまた対話いるじゃんこれでも多分後半対話大丈夫俺なんか一回攻略された後のイライラ棒みたいな焼け改良アルトフ4はエッグのための星座だったかよしよし。エッグ、エッグ、エッグ、エッグ舐めてるよ。エッグ舐めて。なるほどね。あったあったあった。え？いざと会話せよ。どうぞ。いや、エッグとの会話できた。エッグと今会話できた多分。大丈夫。うん、大丈夫。最速だと早すぎるんやな。もうちょっとゆっくり。最速ジャンプだと早いから、ちょっと遅らせて、エッグを安定させてからジャンプした方がいい。これどうしよう飛ぶタイミングはここあーあここいいのかなやばいあれやばいあれやばいぞどう考えても割れるやろ割れてないかなエッグの意思だからこれは鍛えられたエッグはそう簡単に割れないからあ エッグと対話しました今大丈夫です あー天狗の方よし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 
わからんわからんわからん、まずいまずいまずい、ちょっと待って待って待って、わからんわからんなくちゃ、わからんなくちゃ、もうわからんない、わからんない、対話対話してない、全然対話できてないよ、全然対話できてない、グッド、やばい、やばい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 、わからん、俺もわからんくなってしまう、俺もエッグと対話できなくなってしまう、これ対話した結果がこれだよ、誰かの音が聞こえる、モルシン、モルシン号だ、ダッダッ、俺もユリイカして、お前いるよな、マイズ、ああドアボイじゃないんだから、生存報告、生存報告、まだ俺諦めてないぞ、足がよし、あした方が、でも死んでもすぐ来れるし、ここはおかしくなりそうな、報道情報がさのインターネット、今助けてあげるよ、ダーリンダーリン、生き残ろうという寂しい心がな、よくないんやで、ちょっと新人オルガ、あー参った、誰か来て栄養になってくれ、栄養、確かにこのゲームしてる人ネーミングセンスありすぎでは、この部屋にいる人たち全員卵に精神汚染されてない、みんな対話してる、みんなそれぞれ卵と対話した結果そういう感じになってるから、いやこれ分かった、違うな、タイミング違う、これ対話できなかったわ、卵への啓蒙が増えすぎている、この程度はできない、この程度できないとは、エッグの恥さらしよ、煽りおる、これが違いってやっこだ、違いってやつなんだよな、発想力の違い、エッグがいけるラインが分かってませんわ、この混沌とした令和のインターネットを照らす一筋の光、まず最初を超える時点でうまくいって HP100 くらい削られるの結構きついな、まあ言うてヒールあるから、ああ
ここでヒールあるか。ダーリンダーリン、なるほど。 OK、 大丈夫です。エッグ完全に理解した。多分対話終わった。あそこたぶんエッグとの対話終わりました。くるくる板は分からんやつ、無事分からず死亡。あーやらかした、甘えた。聞いてやった方がリズム取れそう。よし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 。あ、なんか今今くしゃって今やだ、危ない。頑張れエッグ、あまあまあまあ進捗ありますよ、進捗ありますよ。ああ、いやどこビビってジャンプ入ってますな。でももうここ終わったらここ行ってゴールじゃん。もう見えたよ、ゴールやん。もうゴール。あの高速回転。いや、あの高速回転はもう対話せず、対話せずとも、もう最後のヘリコプターやが。いけるでしょみたいな。いや、俺はもうエッグともう対話してるよ、もうあそこについて。実質クリア。いけるでしょみたいな。そう、実質クリアよ、もう。あそことか余裕っすよねみたいな。はい。は、はい。ああしてこうしてこうっすよね。はい。一発やん。できるかできないか見えてしまった。そう、できるかできないか見えちゃったからね。うわこれキッズってならない時点でもう余裕なんですよ、エッガーとして。あー、アルトフ4の真ん中乗ったのを思い出せ。そう、真ん中少し転がった方がいいのかね。少し転がった方がいいのは合ってんだよ。なこと合ってんだよ。なこと言うならお前斜めになった時にすぐジャンプしてくださいってことだよ。なこと合ってんだよ。お前エッグ知ってんのか、丸じゃねえんだぞ。エッグは丸じゃねえんだよ。エッグの形分かってんのか。俺は分かってくる。お前はいいからエッグを返して。そう、お高い。ああ。職人のおっさんみたいなこと言い出した。お前エッグ知ってんのか。お前エッグ知ってんの。この苦悩、サバイもあれが終わったら見れるのか。そういえば、ダバイに押し付けたのこれか。これだよ。ワンだけどね。心のエッグ。ダバイはちゃんとエッガーとして消化して。
やっぱ2画面上に現れてからバイオとちゃいませよ。あなたは本当のエッグを知らないのね。老害エッグ。冷静に考えると何言ってるんだろうってなる。お前エッグでもそんなこと言えんの。なるほどね。いやもうだんだん来てるよ。あそこのくるくる板は俺のエッグでだんだん理解し始めてる。来てる。進捗あるよ。あともう微調整よ。エッグと俺の中で、あ、ちゃんとミーティング繰り返すだけだから。ハーモニカ消えてエッグしてくれんのかな。ガイエッグ。もう議事録積み上げてっから今。でも最初のジャンプのタイミングの議論は多分俺とエッグの中でほぼ終わってる。ミーティングってタバコ吸ってるだけでしょ。こうでしょ、ほら。よしよし、エッグさんもう終わってますよね。ここは俺らここもう終わってるよ。イージーイエース終わってんだ。話は俺とエッグの間で88もう終わってんだ。すげー。俺とエッグの間で終わってんだ。すごいです。なんか賑わってますね。さあ来ました。賑わってますね。随分エッガーの皆さん。わからん文字おるやん。わからん文字クリアしたのか。わからん二期おるやん。わからん二期もクリアしたのか。モサが大量。モサ。エリスグリのエッグ。よ。面構えが違うエッグ多ない。シタラバ909番さん、エッグあの縦回転の方に挑んでませんけど。面構えが違うエッグ多ない。マジか。社会をやめろ、家族をやめろ、人間関係をやめろ。今すぐ薄暗い部屋で青白いライトを浴びろ。こう 700HP とかでやってるやつの方がすごいって感じするわ。現実よりもえ、どこ、これ1780エッグとか黒すぎひんか。ここ、お前ら HP が歴戦のからしてやがるぜ。おこ、こんなゲームにマジになっちゃって GW 終わるんですよ。え、これ次どこ行くのこれ。ちょ、だってこれエッグと対話を全然しない気がする俺。止まった。見ろよあの鋼のような殻を。待って、エッグと対話が先だ。これ俺ら全然覚悟はできてない。キチペル、え、らなんかやばい構造物が見えた。ほんで、さてはクリアさせるつもりないな。え、なにこれ。これゾンクキングでは矢印の方向が上が見えない。上が上が見えない。上が何。シタラバ910番さん、新の KZ 始まったな。上が見えないんですが。嫌な予感しかしない。上が見えない。ここで落ちるのはもうダメでしょ。いっぱい遊べるね。ここはまあ分かった。え、ここどうやって行くんだよ。ここジャンプ力足んなくね。え、あそこどうやって行くんだ。行けんのそのままあれ。見てよ。え、行けなくない。行けんの。滝からギリじゃん。
にわか信じがたいんだけど。そのままの勢いでいく感じ。勢い別についてないんだよね、あそこまで行った時点で。坂を登ってるから。バグってない？この面もしかして。ガク、だってこれちょっと、ま、真面目にやっていいですか。真面目にやります。この混沌とした令和のインターネットを照らす一筋の光、これは電子の海を漂うオタクに笑顔、未来の平和をお約束。動物だけど明るさで、インターネットエンジェル、ただいま降臨。イースターエッグみたいになってきた。社会をやめろ、家族をやめろ、人間関係をやめろ。あそこどうやって攻略するのかマジで謎。あー甘い甘い。ダーリンダーリン、ギリギリでジャンプしないと届かないとこばっかだな。え？マジわからん。親指がマジ。Xbox のコントローラー台請求まである、これ。え、これマジで勢いでいくの？そんなえぐい話ある？カメラと対話が必要？え？え？困惑しかないんだけど。無理じゃない？これ今日中に終わりません。先に言っとくと、今まではいや別に終わるよみたいな、勝ちます、実質勝ちって言えたけど、このステージは今日中には終わりません。板で卵割り返した気になるとは少子伝番。やばいですよこれ、これやばいですよ。指が死ぬ確実に。このふざけたインターネットは七色のサイケデリック、これデジャブなんでしょ。正規理論上はクリアかの誕生。やばいやばいっす、これやばいやばい気がする。これはやばい確実に。他者が消えたな、上に行ったのか。いや、オフラインにした。左の直線のが少し高層高いけど、結局距離が伸びるから良くないと思う。最大の高さでまだジャンプできてないから俺が。届くかどうかはまだ分かんない。これやばい。あ、今届きそうだった。この混沌とした令和のインターネットを照らす一筋の光、電子の海を漂うオタクに笑顔。ここでヘルスがなくなるって話していい？え？やばいかも。やばいかも。社会をやめろ、家族をやめろ、人間関係をやめろ。今すぐ薄暗い部屋で青白いライトを浴びろ。やばいかも。大丈夫、怖かったと全部分かる。やばいかも。おかしくなりそうなほど情報型のインターネット、今
っと待って、これでいける？これが天井の世界だったか。え、届かなくない？単純に届いた。なるほど、進捗あります。なるほどね。いや、進捗あるならもう勝ったよ。勝ち、俺の勝ちです。俺の勝ちです。これは一度行けたという喜びが俺を成長させるから。要は甘えなきゃいいんでしょ。できるまでやるから 100%。 そう、可能であると示されれば。キサラバ911番さん、 UGG の限界減らなかったね。一度行けるとスムーズに進んでいくの怖い。一度やり方、そう、一度やり方が分かればもうエッグと対話、じゃエッグと対話できればあともう終わりだから。エッグとの対話に苦戦してるだけだろ、これ。対話が完了さえすればもう、いきますよ、つって。はい、つって。押すか。もしかして、このゲーム、尖ってるのを下にしてるときにジャンプしたら、ハイジャンプになるってこと？尖ってるのを下に、いや、なんない。単純に高さが高いから。あと、斜めで勢いがつくから。あー今角度が、え、ちょっと高くなるのかな。でも確かにそれ、俺もそんな気がしてきた。いや、ないです、さすがに。それ求められても俺ちょっと、それエッグと対話できんだよ。それ、俺はエッグと対話するのは、ことだよ。言っとくけど。エッグ、フレンズどこ行った？あー！エッグフレンズ邪魔だから消した。まあ、それにこの一本道一緒に登るのは邪魔だから消しました。社会をやめろ、家族をやめろ、人間関係をやめろ、今すぐ薄暗い部屋で青白いライトを浴びろ。大丈夫、怖かったこと全部は。エッグの角度が悪い。おかしくなりそうなこと、情報型のインターネットを今助けて。勘のいいやつは嫌いだよ、卵焼き。友達を切り捨ててまで卵焼きになりたいのかよ。よしよし。イージーエッグ。なるほどね。なるほどね。うわ。よしよしよし。まだ。エッグはわからんつってる。エッグはちなみにわからんつってる。エッグはでも。素直に行くなって言ってるので、こう。
柱の数だけ苦難が。エッグもそれかなって言ってる。エッグもあれは柱の方なんじゃないって言ってる。本当あのなんか階段の踏むとこじゃないんじゃないって言ってる。救済を。今行かないんだ。プレイしてるエッグが減っている。対話を止めるな。今日の目標はでもあの階段を攻略するとこだな。笑顔よしよし。社会をやめろ、家族をやめろ、人間関係をやめろ。今すぐ薄暗い部屋で青白いライトを浴びろ。大丈夫。これエッグこうしてさ、ペン。あ、いけんのそこまで。これはニューエッグだな。グリグリやっていけん。え、さっき行けないよな。さっき行った？位置がある、行ける。勢い。おい。あ、それができるなら余裕だわ。ふん。それができるなら余裕だわ。まずゴリ押しで登るじゃん。で、エッグあかんな。エッグどうする？どっちのエッグがいいんだろう。あー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 、誕生。すげえ。やばい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 。エッグと一体化が必要な時。なんで。なんでエッグ。届かないの？
が不満そうな一句。わかった、これわからないかも。いや、わかったかも。え、届かない。この混沌とした令和のインターネット、よし、ドスジの光、電子の海を漂うオタクに笑顔を。あー、わかった、あそこの対話は終わった感ある。あそこエッグとの対話終わった感あるよ。いや、もう新品よ。キタラバ912番さん、このエッグ腐ってない？多分あそこの対話終わった。いや、マジカメラとの対話をね、イワンに比べて本当にしなくて済むようになったからすげえ楽で、ストレスが少ない、エッグに集中できる。そう、このゲームね、カメラと対話したくないんで、できればエッグと対話してたいんだよ。エッグと対話するの楽しいから。カメラ対話するのね、ストレス溜まるからね。だからできた時は楽しいんだけど。で、こう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 、あ、いい感じ。あ、いい感じ、いい感じ。全然いい、全然いい。いつか行ける、いつか行ける。はい。なんで？なんで？なんで？どうして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 ？いやー、エッグ。どうして卵を転がしてるんですか？ストレイフしないと届かないやつ。ああ、大丈夫、いける、いけるよ、いける。エッグ、エッグ、いけるよ。ビビてー、誕生。エッグ、よしよし。よしよし。で、飛んで。あー、わかった。わかった。対話大丈夫です。対話大丈夫です。今、対話終わりました。大丈夫です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 。です。今、エッグさんと会話なんておこがましかったのでは。今対話終わりました。そこのエッグさん一気に対話するとわかんないって言われちゃうから、一個一個ね、一個一個対話せんダメだから。社会をやめろ、家族をやめろ、人間関係をやめろ、今すぐエッグさん、エッグさん、会話が終わったと同時に粉砕しててくさ。現実よりもおかしくなりそうな。エクさん、エクさん、よくない。エクさん、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 エクさん。そう。あ、エクさん、エクさん、エクさん。よーし、エクさん。対話終わってんですよ、やっぱ。で、エクさん。エクさん、これどう見ます？
エッグさん何も言ってくれない。エッグさん何も言ってくんねえよ。エッグさんわかんない。エッグさんわかんねえよ。エッグさん、エッグさんはもう辛いってさ。エッグさん、エッグさん何も言ってくれないんだけど、あそこエッグさん、エッグさん、レジ会社、エッグさん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 何も言ってくれないんだが、なんで？エッグさんわかんねえって。エッグさんに労災おりますか。エッグさん上まで登ったら労災降りるよ。もう3時間も飛び跳ねさせられてるエッグさんの気持ちがわからんか。いや、このステージ始まったばっかりよ。ただいま参上。ジェフ、あー今ミスったな。リンタリン、エッグまずい、エッグ待って、対応する、対応していい？うん、対話完了。エッグまっすぐ行ってみるのどう？とりあえずエッグさんの内なる衝動が。エッグまっすぐダメ。なんか味良くない気がする。何も言ってくんないよ。
エッグ初めてなんだが、光の子みたいになってきた。なんかサイが、連休が終わる。サイが何も言ってくれないなんて初めてなんだ。自分斜めってるから安定しなさそうだな。だよね。やばい、ちょっとエッグと喧嘩してる。はいはい。任せとけ。気分転換に色変えてみたら。いや、紫が最強だから聖徳太子も言ってた。社会をやめろ、家族をやめろ、人間関係をやめろ。今すぐ薄暗い部屋で青白いライトを浴びろ。大丈夫、怖かったこと全部は消せるからね。現実よりもおかしくなりそうなほど情報型のインターネットを今助けてあげるよ。ダーリンダーリン、エッグエッグエッグ。やばい。え、いいんだよ、いけるんだよ。あそこまで、あそこまで行った後の分からん、どうすりゃいいんだ。斜め、勢いに若さがある。分かったかも。こう GW 終わり。エッグからの言葉来たかも今。もしかしたら、もしかしたらエッグからの言葉だったかも今の。分かんない。でもまずあそこに行かないと検証できない。エグ違うかも。分かった分かった。最初が良かった、最初で良かった。エグ違ったわ。あそこは甘えな。あーエグ、エグ来たかも。ニューエッグ、ニューエッグの言葉来ました。ニューエッグの言葉来た。一応ニューエッグの言葉来た。多分合ってる。パート2。卵が降りてきた。ああ、うん、多分合ってる。多分いいエッグできる。一歩、お、いる。だってエッグ、エッグからの言葉が来たから、ちょっとそれだけ待って。対話が終わっていない。対話が、あそこの対話だけ終わさせて。あの部分だけエッグと話しちゃうから。電
違う。おいいエッグだ、いいエッグだ。え、やる？どっちやる先？こっちからやる？いいよ。そうだよね、でも。いや、合ってると思う。合ってると思う。いや、合ってる、合ってる。エッグ、エッグ。エッグ来てる。エッグからの話合ってると思うけど、俺が下手、俺がまだエッグを信じきれてない。いける、俺がエッグを信じればいける。だってカメラと対話してない。ここ、おいや待って、もっと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 1個奥行こう。ちょっとチキンだよ君。もっとエッグの可能性信じてこう。波長が、エッグとは書いてよ。エッグと話し合えてない。エッグから来てくれてるんだけど、エッグの方から今来てくれてるんだけど、俺がエッグの方逃げてない。半まで、半から1時まで、半から1時までにはちょっとエッグと和解するんで、ちょっとちゃんとエッグの期待に応えよ。エッグから来てはいる。エッグから来てはいるから、これいけるはず。エッグの方から来てはいるよ、これ。この混沌とした令和のインターネットを照らす一筋の光、電子の海を漂うオタクに笑顔、未来の平和をお約束。そう打つだけど任せとけ。インターネットエンジェル、ただいま降臨。難しそうな横字で行こうとする、その勢いよし。あそこうざい、あそこ嫌い、ポコンってなる、嫌い。あー嫌い、お前嫌い。よしよし、なんでくなんでく。
あああ、大丈夫大丈夫大丈夫ですよ。親指は1本だけじゃないんだぜ。やばい、ニーティーガール、よし、なるほどね。新たな対話したかもしれない今。この混沌とした令和のインターネットを照らす一筋の光。よし。お宅に笑顔。未来の。ああ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 。大丈夫です。これがエクストラの世界なのだ。大声めた。しゃあ。913番さん、そろそろ笑ってた1400に到達する。今までの階段が甘えだった事実。よし、あーなんだ今の、だるいぞ。やばい、心が、心が、心がやばい、心が、クーン、心がやばい、パグ、心が、心がやばい、そこまでクリアしたプライドが、
なるほど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 、エッグエッグ、なるほどね。変着があるのかわからん。やっぱ初心に帰るべきなのかもしれない。エッグ的に最初にやったのが合ってたからもう言うことないだろみたいな、そういう話だったかもしれん。ちょっと離れ席してたらなんか悲しい音楽になってて、草精神を落ち着けてる。まだ一人もクリアしてないマップ。神への階段。ああ、わらわら。E.G. トラップ。右だった説。ダバイオサッド。E.G. 右で登らなきゃいけないやつだった。G.G. 右ルートが正解でした、オチ。No egg. No talking egg. Good game. BGM 音楽が煽ってきよる。階段と対話しないから。今日はもう寝ようぜ。あと10分、あと10分待ってください。あと10分、10分待ってください。朝まで生一句。ここを攻略するんで、対話はできたんで今。今攻略ない、まだ。今対話はできたから。大丈夫、逆じゃなかった？逆だったかもしれねえとはなったけど。対話はできたから。もうだってそう。いけるいける。あと7分やろ。ジーダス。あそこの対話だけちょっと置いとかないと多分。あそこ登ったら多分ね、上に休憩地点があるんだよね。
あ、まずい。あ、ホック。キミシェイクみたいになってない？大丈夫？ゲームコープできるよ、みんな。いいんだよ、俺はこれでも。うるせえよ。地獄への招待状。ダバイ君はきっと1をクリアした後ね、やってくれて信じてるから。ダバイもやってるんだ。いや、ダバイは送りつけた1クリアした瞬間に。やっぱり卵もだってだいぶなんか調子悪そうな声出てるよ。言うとりやんだって。卵本来の音だから、これが。本当の卵はこういう音出るから。マジ？うん。キュオー？ほら、ピーター作ってる最中の卵かな。ピューピューペチャ。Xbox のコントローラーがマジで壊れる。指痛いもんだと。 A ボタン押す。待て、いける。あれ純正のコントローラー？純正のだよ。これもう高いやつやん。この高いやつよ。頂点への心の余裕すらない。4万ぐらいで売ってた気がするわ。今売ってんだっけ？ JK でキーボード壊したダバイじゃねえんだから。こんなゲームで使い潰して。これ予備買った気がするんだよな、一個。JK でキーボード壊した場合。あ、そうなの？リアルホース壊れたの？壊れてリアルホース買ったのかな？そうね。イヤホンはなぁ、いいのはわかるんだけど、なんかゲーム向きなのって言われると疑問的な感じなんだよな。今いっぱいキー押せるのはゲーム向きだよ。まあ確かに。だって3キーしか押せなかったら俺ら積むでしょ。うむわ。ディーンとかいうのあるからな。掃除してないあの画像を思い出しちまった。まだ5分あるから。なるほど。うん。たまごとの物語は最終局面。聞いてんじゃねえかよ。
ごめんな、仲間誰もいないの。いる、いっぱいいるけど邪魔だから消した。邪魔だから消した。ここの面、多分最終面だから一番いる。みんな詰まってる。嫌がってる。あ、七人以上は入らないらしいよ。よしよし。でわらわら。クーサ。いいよ、勝てそうな BGM 流れてきたよ。あー、まあ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 、あのまあ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 、悲しみの分かったかもな。分かったかも。いや、なんかね、あと2分ゴリ押していい気がする。分かったかも。なんかもっとなんか慎重じゃなくていい気がする。嫌がってる時に飛ぶからうまくいかない。そうそうそう。でだ。で、あー、まだ時間ある。まだある。進捗ある。進捗しかないよ。進捗しかない今。いや、もう対話終える寸前みたいな。今来てるよ。もう次で行けます。次か次の次で行けますよこれ。実質クリア。おかしいじゃん。この1200ライフだけやらせてください。もう俺自身が一句になることだ。アンプティダンプティもびっくり。あー、もうイライラ。あー、イライラ。でもこれはもう多分いける。だって一回あそこまで行ったもん。こんなことやるだけよ、右側で。そう。待って。そうで止めて、そうで、でこう。
無理すんな、無理この900ラフトで待って、ほんと待って、ほんと、もう、いや、来てる、もう対話終わってる。いや、あと行くだけなんだけどな、あとはもう、あとはもう俺の問題なんだけど。ああ、最初ジャンプできない。ファイナルラスト最終1回決定版。先っちょだけ、先っちょだけ、もう行くから。エッグはもう裸で寝てるから、あとはちゃんと立てるだけよ。あー、今無理した。エッグの準備が届ってないのに行こうとするとね、ダメだから。うん、なんでー、あーあー、母ちゃんにゲーム終われって言われて、セーブまだだからっていうキッズ。今の来たかも。ああ。あ。あ。終わったかもしれねえ。俺の心が。ああ。終わるところやっと終わった終わったかもしれねえ。なんかもう飛べねえ。次のゲームでも引きずりそうだな。やばい、早くバイ終わらせてくんねえかな。あれ多分10年かかると思ってんだけど俺。ん？いや、って毎回1時間くらい。飛べない卵はただの卵だぞ。あの日も10時間ぐらいだったっけ。エッグはただのエッグだ。8時間ぐらい多分あるよな。うん、まあ、7、8時間ぐらいかな、普通にやったら。今日4日目か5日目ぐらい多分。あ、じゃあもうすぐよ。待って、バイオ間違えるな。一般人とオンラインシーンコールだと思うなよ。確かに。あー、なるほど、分かった。来た。今、対話が終わった気がする。今、対話終わりました。さっきもそれ言ってなかったお前。違う、新たな対話が完全に理解した。新たな対話が生まれた。分かった。2段飛ばして1段ずつな。分かった。エッグから来た、今。甘えちゃダメなんですよ。お前の HP 大丈夫か。返信帰ってきた。とうとう来た、これ。だいぶだんまりだったからな、こいつ。わかんないっすね、みたいな。でもよ、エッグ、ライフが。今日のエッグが。部屋に卵を送りつけるか。よしよし。なおやじゃないな、サフランだな。やめろ。エッグ、わかった。わかったけど、もう、今日はここでおしまい。いや。エッグの対話終わった。一応対話を終えることはできた。朝までやってそんな行くやめてもらいます。本当に終わります。今死んで。でもさ、上が見えないんだよね、この面。まだよ。もうなんかチクタクロックみたいなね。多分でも太陽の上に行くとゴールか、多分あれがある、アンチがある。しばらく目玉焼き焼くだけならさ、明日には忘れてるやつだ。その日入ればよくね。入ればクリアや。え？こう。来た。最後の最後にやったこれ。すぐ。来た。床下じゃん。なんかあるんだけど床下に。またゲーム壊した。正規ルート。これパンあるんじゃない？何あれ？
デバッカ、おじさん来たこれ。え？実績解除来たこれ。実績解除来るかも。床下しろ。赤いのなんや。なんかテントみたいなのありますね。赤い部屋は好きですか？これ。もうできないよ今。令和にしていいネタじゃない。出してないからできないよ。なおや。え？あべ、バイオマンタスタイルがエイペックスやってるよ。マンタスタイルって誰だっけ？飯作ってた女の子。ちょっと喋ってた女の子いて。え？怖っ。え、なに？クリアできんじゃん、バイオ、それ入ったら。え、イン？イン、俺追加エクストラステージ行かないこれ。AZ かな？なにこれ？え、な、中身がない。あ、なんか、上に突き出てる、本来は。え、あそこジャンプできる、もしかして。まさか？裏ルートあったな。救済？の、no。 そんなものはない。はい、というわけで、ということでね、ここが俺たちが追い求めた最終オブジェクト。通過ライフ1081、総移動距離12968m でフィニッシュです。死は救済。思えば遠く来たもんだ。どうやって戻るの？ちなみに、あ、途中からオンラインはできないんだ。まあいいや。ないね。受ける。ないね。じゃあどこやんの？え、に？どうしようか。まあ、A2 やるか、他やることないし、やり方わかってるし。エッグの戦いはこれからだ。次回作にご期待ください。あれ？あ、そっか。昨日やったの1か。A1 でいいか。うん。また明日のエッグを楽しみください。じゃあ、一回配信切ってすぐつけまーす。